話し方向上委員会です。今日のテーマは心をつかむストーリーテリングのやり方をお届けします。ストーリーテリング、これ聞いたことありますでしょうか。説明するときとかプレゼンするときにストーリーを語っていくと聴衆の心を引きつけることができますよと。ストーリーでまあ物語ですよね。こういったまあ手法をねストーリーテリングって言いますけれども、物語を語ろうなんていうとね、まあ起承転結があってとかすごいドラマチックなこと言わなきゃいけないみたいな、こう難しそうなイメージもありますけど、そんな難しいことではなくて、その場に起こっている自分の出来事とか体験とかをしっかりこう描写をしていくってことですね。僕らの講師ではね、よくエピソードトークって言いますけれども、芸人さんもよくエピソードトークとかって喋るじゃないですか。それは怒ってる場面をこう面白く伝わるようにね、描写をしてるわけですよね。だからあはははってこうね、面白くなって笑ったりするわけですけど、説明が苦手な方は楽しかったですとか嬉しかったですとか、この絵が出てこないので何が楽しかったのかなっていまいち分かんなかったりするわけですよ。例えばですけど、財布を拾いました、交番に届けました、持ち主が見つかりましたっていう話だけをしてもね、まあわかりますけど、まああそうなのみたいな感じですよね。これを描写していくと、こうありありと出来事を描いていくとどうなるかというと、前日こう歩いてたら財布を見つけました。これ真っ黒い財布なんですけど、こうクロコダイルの財布で、こんな分厚いんですよ。で、うわこれすごい、まあ中身は見てないんですけど、おそらく100万ぐらい入ってるんじゃないかなと思って、こんな分厚いのだから持ち主の方すっごい心配してると思って、これはやばいと思ってパッと見たら、まあ交番がすぐあったんで、そこにわーって言ってね、落とし物ですって届けたら、もうそのまさに落とした方が紛失届を書いてるところで、ああ僕のみたいな、あこちらそうですかみたいな、ありがとうございますみたいな、伝わりますかね伝わればいいなと思って、今空想の話をちょっと描いてみたんですけど、ありありと描いてみると、財布落としたって話をこんなに大げさに喋る人いないと思うんですけど、まあ例としてね聞いてみていただきたいんですが、よく道案内とかね、上手い方って絵が描けている方って上手いよねという話聞いたことありませんかね。道案内下手な方ってね、まあ、ガーンと言ってグーンと言ってギュンと行くと、まあその辺にありますからみたいな、どこですみたいな、描けてないとねやっぱり伝わらないんですよね。なので今日はストーリーテリング、まあ、簡単にですね、こう出来事をしっかり描写をしていく、そうすることによって相手の心を動かしたりとか説明が伝わってアクションが起こしたくなったり、そんなことが起きますよということをお伝えします。こちらのチャンネルは伝わる話し方を専門にお届けしているチャンネルでございます。ぜひチャンネル登録をしていただいて、これからも一緒に話し方を練習してまいりましょう。さあ今日のテーマですね、心をつかむストーリーテリングと、もう今日簡単なやり方に行きましょうということで、今日の結論は何かというと、即時描写というやり方です。即時描写とは何かというと、目の前に起こっていることをそのまま描写をする、もしくは自分が実施した体験とか出来事、それをもう単純にそのままありありと描写して伝えていくというのを即時描写。このビル、朝エレベーターの前がすごく混むので、いつもより15分早く来てくださいって言われたとすると、まあまあ言ってることはわかりますけど、はーいなんて言ってね、何の記憶も残らないで次の日普通通り来て遅刻したみたいなね、あるかもしれないですよね。まあその時もやっぱりこうしっかり状況を描写してあげると、よりイメージに残りやすいですよっていうことです。例えば朝8時半になると6基エレベーターがあるんですが、この前に大行列ができるんですよ。本当に120人ぐらい並ぶんですよ。なかなか降りてこないですよね。でやっと自分の番が来たって言ってね、わーっと登ってって15分から20分ぐらいロスすることが考えられるんですよ。もうこのビルはそんな感じです。これ8時半になるとすっごく出てくるんですけど、8時15分になるとほとんど人いないんですよ。だから15分だけでも早く来て、そのまま来てスーッと登ってゆっくり出社を迎えられるって状況になるようなこうビルなんですね。どうでしょうか、皆さんに弊社のビルのなんとなくイメージ伝わりましたでしょうか。伝わればいいなと思ってね、毎朝の光景をちょっとお伝えしたんですけど、こんな力説する必要があるかどうか別としてですね、今絵を見ながらそのまま描写をしていくと、自分が見てるスクリーンが相手にも映ればですね、相手にもよく伝わると、自分の中に頭に描いて相手にこうコピペをしていくと、まあインストールしていくようなイメージです。以前新卒ぐらいかなの女の子がですね、こんな話をしてくれたんですけど、まあこれもすごいストーリーテリングだったなと思うんですが、就職をしてで働き出してもすごい忙しいと、そんな中で実家からお父さんがですね、荷物を送ってきてくれたと。開けるとですね、実家で採れたジャガイモとか人参とかいろいろ入ってたわけなんですけど、その女の子が忙しくて自炊なんかしてられないと、こんなにどっさり野菜を送られても困ると思って、もうすぐに電話して送んなくていいからって言ったらしいんですよ。そしたら、あ、分かった、ごめんな、みたいな話だ、お話終わったんですけど、この荷物を紐解いていくとですね、そのご実家もそんなに裕福なご自宅ではないということだったんですけど、開けていくとですね、中の方から封筒が出てきて、パッと見ると、この中に3000円入ってたと。3000円使ってなんか美味しいもの食べなさいということだったんでしょうね。それを見てね、その女の子、もう一回電話して、ありがとうと伝えたということだったんです。僕は別に自分が体験してる話ではないんですけども、絵をね、見せていただいたような感じで、そうすると、記憶にすごく残るので、情景にね、心揺さぶられるっていうのがあるんじゃないかなと思います。
皆さんもぜひね、練習だと思っていただいてチャレンジしてみてください。例えばですね、毎日やるルーティーンとかありません？歩くようにしてますとかね、朝はコーヒー飲むんですとか、習慣を語る時も描写をしてね、伝えてみるということです。私の場合、毎朝1分間のルーティーンっていうのがあって、朝パッと起きますよね。そうするともう一番最初にやることがあるんですけど、パッと起きた瞬間布団をぶん投げるんですよ。まずこれはね、朝だぜっていうねスイッチなんですよね。そしてカーテンをシャッと開けて、ドアをガーッと開けます。で、今の時期めっちゃ寒いんです。で、こう寒いんですけど、こうやって自分が今朝だぞっていうのを認識をすると、でその状態でさっき投げた布団をベッドでこうファッファッと大体2回ぐらいするとね、こう綺麗になるわけですよ。で最後布団まで直すって、これ単純に1分ぐらいなんですけどね、これは毎朝のルーティーンになっていて、これをやると私は朝パキッと目が覚めるんですけどもね。そこから言えることっていうのは、毎朝の1分って大事ですよっていうこと。そうだと思いません？一番最初に何を感じて朝起きるかによって一日の生産性とか全然変わると思うんです。まあ、そんな風に、ね、大切なことを伝えるとき、こう描写もセットで伝えてみるとね、伝わるかもしれない。昨年の漢字一文字で言うと何だろうとかね、なんか一個出てきたとしたら、何々です、以上ですって言うと伝わらないので、なんでかというとっていうのは、そこにエピソードがあると思うんです。それをね、ありありと今目の前で起こってるかのように描写してあげると、より伝わっていくっていうことですね。さあ今日はストーリーテリングっていうことをお伝えしましたけれども、できるだけ今日簡単にですね、起こったことをありありと描いていくと、ね、面白かった、楽しかった、素敵だった、ガーンって言ってビョンって言ってボーンみたいなことだとよく伝わんなくなってくるので、なぞっていくと。でしかも自分が今映像を見るかのごとくこう喋っていくと、相手にもその映像がインストールできて分かりやすく伝わりますよというお話でございました。本当に1分ぐらいのトークでもいいと思うんです。体験したこと、経験したことを描いてみると、格段に説得力が出てくると思います。これも練習ですね。ぜひ概要欄見ていただくと、弊社が月150本開催してます伝わる話し方セミナーっていうのがあって、こういった話す練習をたくさんみんなでやっております。で、あ面白いとかね、あ今のめっちゃ伝わりましたとかね、フィードバックしながら高めやってますので、ぜひセミナーにもお申し込みいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。では。